始まった。待って、755に、あ、みんなのコメントが来る前に始まったよって書いとこう。755に、755更新中です。あ、来た。こんばんは、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 こんばんは。よし、始まりました。11月22日木曜日の農業日を担当する山崎怜奈です。やっほー。今週はね、レギュラーのベイ FM 金粒さんがお休みということで、代わりにと言ってはなんですが、なぎ帯で顔出します。すいません、おはようございます。おはようございます、違うね。なぎ帯は皆さん知ってると思うんですけれど、乃木坂46のメンバーが月曜日から金曜日、まあ、今週はちょっとお仕事の予定で金曜はお休みなので今週最後なんですけれど、皆さんとトークする帯番組です。たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。お願いします。ちなみに今日は私は帰り道は遠回りしたくなるのフルバージョンの振り入れをしてました。振り付け教えてくださる方と1対1でやってました。そうそう、まあ、いずれみんな覚えなきゃいけないんで、順々でスケジュールのこう隙間を縫ってみんな覚えていく感じなんで、今日ですね、私はやってましたよ、踊ってましたよ。いつも Q 様だったり金粒だったり、いろんなお仕事現場で関わるスタッフさんに、山崎さんって踊るんですかって言われるんですね。踊ってるイメージがまあないみたいで、でも踊ってるんで安心してください。上海にも踊りに行くんで大丈夫です。はい、というわけでね、今日は寒いですからね、皆さんも暖かくしてください。どれくらいで一曲覚えるの？私は帰り道は遠回りしたくなる1時間でしたね。1時間ぐらいで覚えました。でもやっぱりメンバーがいっぱいいるので、なんか移動、曲中の移動とかはその子たちがいないとできなくて、で今日はいなかったので、まあおいおいこうぐちゃっとするやつはやって補っていけたらと思います。そんな感じです。早って書いてある。1時間早いか。そっか、早いか。でもね、覚えるの早いみたいです、フリーだけ。でも寝る前にやんないと忘れるんでやります、ちゃんと。小島さん、私踊ってますよ。金粒チームは踊ってるの信じてくれないから。はい、まずはじゃあ前回メンバーからの宿題を見ていきたいと思います。はい、じゃじゃん、あやねちゃんからです。れなさんへ、ね、れなさんってよ、ねえ、れなさんって呼ばれたことないんだけど、なんでれなさんって書いたの？何、壁作ってんの？嫌なんだけど。なんだよ、なんだよ、こいつ。中国語で私かっこ鈴木あやねのことを紹介して欲しいです。猫耳あるよ、私はつけませんでした。ファイト、あやねより。これさ、すごい投げやりじゃない？私はつけませんでした、ファイト。人ごとだな、この野郎。猫耳あるよ、私はつけませんでした、だって。じゃあ私はエンディングまでの気分で考えます。猫耳ね、真夏さんが次帰ってきたら回収されるそうなので、皆さん真夏さんが帰ってくるのをどうぞ心待ちにして待っててください。はい、中国語であやねのことを紹介してほしい。なるほど。他是我的好朋友，他喜欢，なんだ、何が好きなんだろう、あの人。飞机か。飞机，他以后去。なんて言うんだろう、成田、フェイジー以上。あやねちゃんは私の友達なのか分かんないけど大事な友達です。で、彼女は飛行機が好きで、以前も成田空港とか行ってましたって言った、多分。以上です。だってさ、急に紹介しろって言われてもさ、だってねえ、そんな感じです。以上、コメントがいっぱい。短ってきたけど、え、私今3分言ったよ。3分言った。もうよくない？もうよくない？いいよね。你好，谢谢我的粉丝们，请多多关照。
めっちゃ流暢、ありがとうございます。やだもう褒めても何も出ません。はい、というわけでですね、宿題は達成したということでいいですか？猫耳は後で考えます今日の乃木帯選手権うまくいったらつけるわはい、というわけで、帰り道は遠回りしたくなるリリースにちなんで発売告知トークをしたいと思います。そうですね、11月14日に発売されたばっかりなんですけど、22枚目シングルですよ。もう私たちが乃木坂の2期生が入った時がちょうど、制服のマネキンの時にオーディションしてて、君の名は希望発売されたってすぐぐらいの時に加入したので、5枚目とかでしょ。今22枚目でしょ。はぁ、やば、いつの間にかもう乃木坂に6年目ですからね。はぁ、怖いわ。はい、そんなことはどうでもいいんです。私はタイプ B のカップリング曲日常に参加しています。これはなんて言うんだろうな、ミュージックビデオの世界観は正直不思議なんだけど、不思議だから、もうなんか万人にいろんな受け取り方をできるって感じなんですけど振り付けとかのダンスのフォーメーションがすごくライブ映えすると思うので、あの12月の19日と20日にそれぞれアンダーライブを武蔵野の森総合スポーツブラザーでやるので、そこで見れるかも、見れないかも、見れなかったらごめんまあね、大体ね、そのシングルのリリース期間のアンダーライブでやるっちゃやるんですけど、まだ正直あのセットリストとか決まってないので、次のアンダーライブの、まあその前にほら、あの上海があるからさ、上海の準備が先だからさ、そうそう、まだね、まだ何にも決まってないんで、もし万が一やらなかったらごめんなんですけど、まあまあおいおい全国握手会でもやると思うので、ぜひ見てください。そう、というわけでねひなこね、そうそう、あれですもんね、ひなこ写真集出すからね。ひなこ、ひなこ見てる？見てないね絶対ね。なんだよ、まあ、見てなくていいんだけどさ。ひなこ写真集おめでとう、無事に帰国して何よりです。はいというわけでですね、そうね、 MV の裏側ね、あのダンスシーンみたいなところで土、あの電車、昔使っていた電車がいっぱい並んでるところで、それをバックにして踊ってたんですけど、あの地面が芝生とかじゃなくて土なんですよ、本当に土 で、しかも前日か直前かまで雨降ってたらしくて、まあぬかるんでてで私たちが踊ってる衣装の靴がピンヒールなんですよ。もうぬかるみにズブ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 ハマっていくもんだから、ジュンナとかマーヤがもう足取られて仕方なくてあのダンスの上手い2人がなんかすごいポンコツになってて可愛かったんだけど、でもあの地面のぬかるみってさ、もうどうしようもないじゃん。でも頑張ってとかしか言いようがないよねあれ本当に足取られててなんかかわいそうなんだけど、なんかそれをあんまりほら、あの笑顔笑顔っていうよりはちょっと真剣な感じで踊る曲じゃないですか、だから笑えなくてあれぬかるんでもだから地面、足に足がすごい地面に引っ張られてうってなっても、あのそういうポンコツな顔を見せちゃいけないから、なんか必死になってた、可愛かったです。なんか逆になんか偉いなって、さすがさすが和田プロと純なプロだなと思いました。はい、あ、まあやね、そうね、舞台決まりましたからね、おめでとう、いいことが、ああ1万人突破しました、視聴者ありがとうございます、視聴者様シシエ、あ、タワー立ってる2本すごい、ありがとうありがとう、みんなありがとう、こんな早い時間にね、まだお夕飯も食べてないよっていう人いっぱいいるよね。そうね、ねえ、レナチ宣伝上手って、ありがとう、
メンバーの情報チェックしてるから、もうマーヤでもね、マーヤの舞台面白そうですよね。女子楽でお世話になった川尻さんが演出やるってことなので、私も見に行きたいなと思います。さあ、そして自分の宣伝もしたいのでサクサクいきますそう、宣伝の嵐だからね、今日はね、宣伝がいっぱいだから。はい、ここで次の企画、読書の秋とは。もうすぐ秋も終わってしまうということで、読書の秋企画をやりたいと思います。本を読むのは時間がかかるので、今日は私が好きな乃木坂46の曲をフリップに書いて読みたいと思います。さあ、どうしようかな。いっぱいあるからな、どうしようかな。ちょっとどうしようかな、ググらないと出てこないかもしれない。あれなんだよね、あの曲のね、あの歌詞が好きなんだけどね、あのワンフレーズワンフレーズ合ってるか分かんないからググります。ちょっとこういう時にさ、ネット社会に感謝する日が来るんだよね。そうなの、そうなの、ありがとう本当に。インターネットというかスマートフォン開発してくれた人ありがとう、ジョブスありがとう。ジョブスに感謝してるんですけど、それはさておき。あった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 。でなんかさ、この軽いノリで話してるところから急に真面目な歌詞書くのすごい恥ずかしいんだけどさ本当に好きなやつ書くからね、ちょっと誰もさ、あの冷やかさないでね。冷やかしてもいいんだけどさ、そういうキャラだし、いつも。なんか今日も乃木曜日始める前にちょっと諸事情あって急いでたんですよ。したらあまりにも息が上がってたからマネージャーさんに笑われましたあまりにも普段走ったりしないからさ、あと元々の運動スペックが低いから、そう、ちょっと走るだけでさ息上がっちゃうからさ、なんかすげえ疲れてるって言われたそうそう、そんな裏話でした。ダメなんだよね、私階段登るのもさ苦手だしさ。いや登るんですけど、なんか通ってた中学高校一緒なんですけど、体育館が地下だったんですよ。で、校舎的にも4階が一番上で、だから地下2階から4階まで行くときってトータル6階分登らなきゃいけなくて、山崎若い頃もきつかったっていう話です。はい、というわけで私の好きな乃木坂の曲の歌詞はじゃん、これわかるかな。誰かのせいにもしない、運のせいにもしない、誰、大事なものが少ない方が楽だと思うっていう歌詞、何の曲だかわかる人、これわかったらすごいな。わかるかな。今打ち込んでジョブスさんが開発したやつで検索してる人誰。あ、生まれたままでです。正解、お、正解者いっぱいいる、ありがとうございます。そう、生まれたままでです。誰かのせいにもしない、運のせいにもしない、大事なものは少ない方が楽だと思うっていうやつです。そう、好きなのこの曲ね、全体を通してね、すごく歌詞が好きですね。そう、生まれたままで好き。まあでも心の薬とかね、コトコがあげてたらしいんですけど、私も好きです。いいよね、わかるわ待って、コトコのさ、あやねーのさ宿題のページ発見しちゃったんだけど、何このぶっきらぼうな宿題
アヤネ的流行語大賞を発表して男よりなんか投げやり、かわいい、なんかもう微笑ましいな、みんな、あー面白い。というわけで、いやー愛すべきキャラクターですよみんな。さてさて、皆さんがちなみに好きな歌詞とかありますかね。あったら教えてほしい。あー羽の記憶好き、いいよね。あときっかけもいいよね、王道だけど。わかるよわかるよってすごい歌みたいになっちゃったけど全然違うから。自由の彼方、ないものねだり、優しさとは、いいね。おーいいね。とっさ好き、アゲインスト好き、優しさとはわかる、行く当ては好き。もうね、ターコイズドリングが好きって何ロマイカはさ、だってもうポップ中のポップだから好きな歌詞とかっていう話じゃないよね多分あー面白い。はい、というわけで、まあ以上乃木坂読書の秋企画でした。さあここで告知タイムに行きたいと思います。イエーイ。そう、今日告知しに来てるからごめん違う違う、それをね前面にね出しすぎるとね怒られるから違うんだよちゃんとフリートークしに来てるから安心してください。はい、というわけで、先ほど私ブログ更新したんですけれども、見た方いますかね。あ、見た見た、告知の先、そう告知の先、切り替え早いでしょ、いいと思う自分で言う。はい、というわけで、今日更新したブログを元にちょっと言っていきます。まず今週末25日日曜日夜6時から文化放送乃木坂46ののに井上さゆりと出ます。 MC はもちろん千葉ですが井上さゆりと出ます。はい、次の日11月26日月曜日夜19時からはテレビ朝日 Q 様3時間スペシャルです。イエイ。通算5回目の挑戦です。連続記録だと4回目4回連チャン、わかんないや、まあいいや、でもまあ通算5回目の挑戦です。3時間スペシャルです。見てください。あのね、公式の写真でザキヤマさんとダイゴさんとウィッシュしたの。ウィッシュのね、この前の手が前の手ってどっちなんですかってダイゴさんに聞いたら、どっちでもいいんだってっていう豆知識です。でもダイゴさんが左手前でやってたんで、私も左手前でやりました。こっちか次で、毎週金曜夜7時からは BFM 金粒のレギュラーアシスタントでやってますが、今週は特番の関係でお休みです。なので明日は放送ありません。で12月1日いよいよ上海ライブがあります。行きます。イエーイ、頑張りますね、中国語勉強してるからね、役に立てたらいいね。まあ独学だからやや心配なところはありますが、できる範囲で頑張りたいと思います。さあ、というわけで、それが1日で、その2日後3日月曜日、12月ですよ、もう12月3日夜7時からはまたテレビ朝日 Q 様です。そうなんですよ、次の放送もまだなんですけど、こちらの放送にも出演します。これが6回目の挑戦です。実は昨日収録でした。そうなんですよ、昨日撮ったばっかりなんですよ、撮ってだし、ぜひ見てください。さあ、そしてその翌週12月10日はマーキーさん連載やって3年目とかになる雑誌マーキーさんの発売日です。そう、これね、ブログでねちょっと書き間違えたので明日修正します。で12月19日から20日はアンダーライブ、12月31日は NHK 紅白歌合戦に乃木坂46 4度目の出演になります。ありがとうございます。貴重ですね、ね、本当に
誰もが出れる番組では全く持ってないと思うし、伝統があるし、平成最後なのでね、頑張りたいと思います。はい、で1年間終わりました1年終わりましたで1月の9日発売の UTB プラスさんに井上沙莉とペアグラビアです。これも一昨日撮りました一昨日？先一昨日か、先一昨日撮りました。一昨日はマーキーでした。マーキーと野木野のかな、まあいいや、どっちもやったばっかなんで、ぜひ1月9日ね。で27日が台北でのライブが決まりました。これ大きい、これは言わなきゃいけない、乃木坂さんのために言わなきゃいけないあの、私もまた引き続き出演させていただくことになったので、台北は行ったことがあるのでね、楽しみです。というわけで告知以上。はい、乃木帯選手権行きたいと思います。イエーイ、ギリだぜ。はい、帰り道は遠回りしたくなるを遠回りでも PR したくなるという企画になってます。なんぞ、最終的にユーザーさんからトークテーマを募集してトークを展開しつつ、遠回りでもいいから最終的に帰り道は遠回りしたくなる発売中ですなど告知につなげられたら1ポイント、これを繰り返して100秒間で何ポイント獲得できるかを競います。1分半ちょいってことか。なるほど。週の中でポイント獲得数が最も多かったメンバーへのご褒美は焼肉お食事券です。前回いただきました、ごちそうさまです。まだ行ってないんですけどまだ使ってない。はい、というわけで現在の記録は4-3-3というわけで4超えたら勝ちです。ちなみに最多記録は先週のミオナの6回だそうです。なるほど、皆さん準備できてますか？皆さんにかかってますからね余裕だぜとか言ってるけど本当かさあ、じゃあ今47秒なのでぴったり53分から始めようかな。時間合ってるかな、わかんないけど、5、4、3、2、1スタート。はい、バナナマンさんが好きな乃木坂ちゃんの新曲帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ。はい、なんだ、スマホでも打ちたくなる帰り道は遠回りしたくなるという長いタイトルの曲が発売中です。イエイというわけで、アンダーライブでもやるかもしれない帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ。なんだ興奮するぜ、あ、興奮するぜ。じゃあ乃木坂ちゃんが歌番組でやってる姿を見たら興奮するかもしれないぜ。帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ。小島さんのネタだよこれ。なんだなんだ、おでんを食べながら見たくなる、聞きたくなる、帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ。4個いった。あとなんだ、ダンスあ、ダンスもしなやかで可愛い、帰り道は遠回りしたくなる発売中です。今日フリーでしたぜ。あとは金粒でも、これからいっぱい書けます、ってか書けました。帰り道は遠回りしたくなる発売中です。なんだ、あ、クリスマス、じゃあ良い子の皆さん、クリスマスに両親に買ってもらってください。帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ。なんだ、焼肉は無理だよ。イチャイチャ、あ、ペアでのダンスがイチャイチャしてるように見えます。遠回りしたくなる帰り道は遠回りしたくなる発売中です。イエイ以上。あ、5秒ある。西野七瀬さんが可愛すぎる、帰り道は遠回りしたくなる発売中ですあ、何個言ったの、10個本当ですか、10個だってやばくない10個言ったよ、すごくない、これでいいの、企画これで合ってる本当に、でもスタッフさんオッケー出してるから、ちょっと私の采配じゃないからな、はあ、面白い、合ってんの、他のみんなのやつをちょっと仕事の関係で見れてないのでわかんないんですよね。皆さんもっと遠回りしてました、あ、そうなんだ、じゃあこれいいの
半減してみる皆さんどう思います？でも半減しても圧勝なんですよね。どうしよう、申し訳ないな。どうしたらいい？みんなどう思う？ミオナもそんな感じ。そうなんですか？堀さんそんな感じだった。なるほど。スタッフさんが OK なら OK って書いて、あ、猫耳で許すって書いてある。大きなため息が出てしまいましたが、じゃあ分かったよ、許してもらいたいから猫耳するよ。だって10個いったんだけどさ、半分にしたところで5個だからさ、ちょっと勝っちゃうんだけどさ、なんかみんながそう言うから申し訳ないから猫耳します。あとほら4分で終わっちゃうよ。というわけで今週の野木帯選手権も私が優勝させていただいたんですけれど、なんか申し訳ないのでなんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのでなんでだろうね、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいになったので猫耳をつけます。これさ、猫耳さ、早く真夏さん回収しに来てくんないかな本当に猫耳やりたいって言いなよって言った人誰？送りつけてやるからなはい、猫耳つけつつ次回メンバーへの宿題を課したいと思います。次回メンバーはまだ未定です。時間も未定ですが、月曜日に担当するメンバーにお知らせしたいと思います。宿題です。月曜担当の方へ。何がいい？宿題、どうしたらいい？どうしたらいい？猫耳の話はもういいんだ。宿題の案をください。なんだなんだこの野郎、なんだ。全然案くれないじゃん。どうしたらいいの？終わらないじゃん。月曜担当の方へ。ねえ、ほら早く宿題。うん、Q 様見てねって書いとこうかないいや、厚かましいからやめとこうどうしたらいい？だってさ、海外公演への意気込みって書いてあるけど、行く人か行かない人か分かんないから、ちょっとどうしようもないんですよね。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、分かった。これはね、もうね、誰が来てもいける。いけるいける。これはね、もう万民に共通するやつです。はい、じゃん。月曜担当の方へ、好きなおでんの具を教えてください。レナより。私は白滝が好きです。はい、こんな感じ。白滝、卵、大根、昆布、こんにゃくですね。マスト。以上、宿題決めた。さあ、野木曜日選手権じゃない、野木曜日、木曜日、そろそろ終わりの時間です。ね、ありがとうございました。1万6000人の方、ありがとうございます。猫外します。はい、次回の配信時間は未定なので、公式の、なんだろう、ツイッターか何かをご覧ください。多分その子もね、なんか言うと思うんで、どっかで。もうわめか何かでお知らせします。はい、そして、スマートニュース。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひご覧ください。アフタートーク、そんな企画が始まったんですね。ありがとうございます。はい、次回のメンバーはショールームツイッター内でお知らせいたします。ぜひご覧ください。それでは今日のお相手は乃木坂46山崎れなでした。さようなら。Q 様見てねバイバイ。